熱帯樹は、三島幸夫の戯曲、前三幕からなる。莫大な財産を狙い、息子に夫を殺させることを企む妻と、その計画を知った娘が愛する兄に母を殺させようとする家族の悲劇の物語。愛と憎しみが錯綜する男女関係を描いたギリシア悲劇的なドラマチックな趣向の中に、不正愛や母性愛の不在から引き起こされる親子。 家族関係の崩壊や人間性の深淵が描かれている。三島の代表的儀曲、佐渡公爵夫人と並んで、ヨーロッパのフランス語圏で最も頻繁に上演されている儀曲である。なお、登場人物の妹には、三島の傍貝、三つ子が投影されているとみなされている。1960年1月、雑誌、声に掲載され、同年1月7日に文学座により、 第一生命ホールで初演された。1962年3月20日に新潮社より観光の三島幸生議局全集に収録され、その後1986年2月25日に新潮文庫より熱帯樹が観光された。翻訳版はケネス・ストロング役をはじめフランス、ポルトガルなどで行われている。熱帯樹はフランスの地方、 社党で実際に起きた事件の話を三島が浅渕富子から聞き、そこからヒントを得て書かれたものである。その事件は、社党の主の金持ち貴族と約20年前に結婚した女が、実はその20年間ひたすら夫の財産を狙い、成長した息子にごくわかりにくい方法で父親を殺させ、やっと長年の宿望を果たし莫大な財産を手に入れていたというものである。 三島はその事件の家族内に起こった近親相関について、一家のように説明している。貴族との間には、数おかずめがあった。どこまで計画的にやったことか知れないが、夫人は、息子が年頃になると、将来彼を一切自分の意のままに使いふために、我と我が子の童貞を奪った。息子はそれ以後心ならずも母の意のままに動かざるを得ぬ自分に絶望して、今度は、 我が実の妹と関係したのである。三島由紀夫、熱帯樹の成り立ち、そして三島は、この事件を受けての創作動機について、以下のように解説している。こういうことは、人間性から、いつて、当然起こりうる事件ではあるが、実際に起こることは滅多にない。事件は、キリシア劇の中では、かつて、アイスキュロスのオレステイア三部作において、アガメムノン、クリュタイメストラ、 オレステス、エレクトラの一家族の間に立つたのであったが、それと同じことが、現実に、現在ただいまのヨーロッパで立つたということは、注目に値引する。この事実はもはや、こんな事件のあらゆる場所、あらゆる時における再現の可能性を実証するものだからだ。三島由紀を、熱帯樹の成り立ちまた、熱帯樹で描かれる兄弟の愛について、次のように解説している。 それはそうと、肉欲にまで高まってた、兄弟愛というものに、私は、昔から、持つとも甘美なものを感じ続けてきた。これはおそらく、子供の頃読んだ千代一与端の、第十一夜と、第十二夜において語られる、あの墓穴の中で快楽を、全うした兄と妹の恋人同士の話から受けた、感動が、今日な、ほ私の心の中に消えずにいるからに違いない。三島由紀を、 熱帯樹の成り立ち大一幕午後、ムベの病室、第二幕白母第三幕深夜、熱帯樹の論休自体は少ないが、題材が現代にも通じる古典的素材を用いていることを評価するものが多い。鈴木春夫は、兄弟相関から真珠に、進む勇とムベの悲劇が、私的なセリフに彩られて、原田義人の言う、アモラルな無限的な味わいを感じさせると評している。 中村光雄は三島の創作意図を演劇を外面的な写実から脱出させて視覚的要素に変わる映像換気の力を持たすことにあるとし現代劇の一極点を形作る作品だと評している。また中村は舞台設定を限定せず限られた登場人物と近親相関という神話的精神分析学的テーマを扱ったことなどが 古典的刺激を現代舞台に作り上げた要素だと解説している。中村信一郎も同様の観点から風俗劇の振りを多少した無限劇という印象を持ったことを述べている。村松剛氏は熱帯樹のヒロイン妹ムベの名前に対する3頭の思い入れについて純白の夜のヒロインの名もムベであったことに着目し、純白の夜のヒロインをムベとしたのは 初恋の人の名前閉じの漢字がよく似てるんで、そうしたのだと三島から聞いたことから、熱帯樹のムベにも初恋の人のイメージがあり、設定が兄弟ということから妹のイメージとも重なって出てきていると考察している。そして、三島が短編、罪人でリアカーで荷物運搬中に飲んだ水が原因でチフスになり亡くなるミッションスクールのムベを登場させ、三島の妹、 ミツ子をモデルにして、無ベが主人公の言い名付けという設定となっていることと、無ベに水を飲むことを勧めた、同級生が、主人公と夏休みに避暑地で過ちを犯したという設定で、三島と軽井沢で接吻をした三谷邦子がモデルとなっていることを、村松は解読しつつ、妹の死と失恋という二つの主題が、この小説群では混ぜ合わされていると、論考している。そして、 村松は、三島に、純白の夜の女主人公が無べで、これも無べで何か意味があるのかと直接尋ねた時のことを回想し、そんなことに気がつくのは君ぐらいのもんだよ、と三島が笑い、それから、ポツンと昔付き合っていた女でよく似た名前のがいたと言ったことから、三島が明らかに両者の作品に同じ名前のヒロインを使ったことを意識していたと説明しながら、熱帯樹では、 兄弟が最後に海へ新獣しに行くことに触れて、愛都市の主題がここで復活し、その復活の行く手が憂い国になると考察している。また、この名前のことについて尋ねたとき、三島がそのことについてあまり言いたくないという感じだったので、村松は話題をすぐに転じたという。集英社で3等を担当した編集者の小川博は、熱帯樹を見た時の感想について、 私は文学座の加藤春子演ずるところのこの芝居を見ながら心の痛みを感じたものだった。内容が内容だからだろうが死の亡き妹、三子さんに寄せる思いが戯曲の形で告白されているように感じられてならなかったのである。これは私の思い過ごしだろうかと述べ、それを感じた劇中の一節を引用しながら以下のように語っている。 死の精神の、いわば核エネルギーとも言うべきものが、戦争中に死に損なったという恥の意識から、来ているように、三子さんの存在、その死は、多感な年頃だっただけに、大きな影響を死にもたらしていたのではないか。死は本当に、妹思いの心の優しい人だったのだ。終幕近く、劇中のムベがこんなセリフを語る。私、今日の一日で、 生きていることの苦しさも甘さも、みんなそこまで味わい尽くしてしまったんだわ。明日一日生きていられるかどうかわからない。明日の朝は、あの愚かなお医者様が来て、国家は広し、今だから語る三島紀を、ありがとうございます。